はい、こんにちは。札幌占い美容室葉山貸の後藤です。広告の打ち出しについて、ホットペッパーの打ち出しについて、ちょっと話したいと思います。話す内容としては、ホットペッパーさんに何かっていう問題でもなく、全くの嘘の情報ですので、皆さん信用しないでください。時代がですね、打ち出しの時代なんです。見せ方の時代に変わってるんですよ。皆さん惑わされると思うんですけど、インターネット上をそのキーワードなんですよね。お客さんがグッとくるキーワードや写真、撮影をするね、センスがいい、撮影のスキルがある美容師さんが綺麗な写真を撮って、あ、これはすごいなという、まあ艶やかな髪の写真だったりとか、そうやってカメラのスキルなんですよね。カメラのスキルだったりとかですね、あとはその文言ですね。例えば髪質改善とか、まあ何でもいいですけどね、くせ毛なんちゃらとかですね、まあ、そういうのを一部ね、使っちゃダメなホットペッパーさんで使っちゃいけない言葉っていうのもあるんですよ。でそういう内容はNG で投稿できなくなってるんですけど、まあ、使っていいワードだったら何使ってもいいわけです。なんで美容室の中身がどうであろうと、ヒットするキーワードを皆さん使いたいわけですよ。お客さん来てほしいから。あと単価が取れるキーワードとかもあると思うんですけど、なので、そういうね、キーワードに、まあ、惑わされて、見栄えがいいサロンで、ああすごいスタイルもいいし、書いてることもすごいしって言ったら、あれみたいな、ホームページ見たらすごいかっこいい撮影してる写真とかたくさん載ってて、動画がおしゃれな動画がたくさんあって、行ってみたらあれみたいな、実際に、サロンワークとそういう見せ方っていうのがちょっと違うわけですね。見せ方って実際こうスタイリングとかってお客さんそこまでできないじゃないですか。でリアルってやっぱ普段のお客さんの生活スタイルだと思うんで、そこでいい状態作れてるかどうかっていう部分なんですけど、見せ方重視の場合だと SNS とか今もう見せ方じゃないですか、インスタグラムとか。だからそういう見せ方のセンスがある人は、その実際のリアルサロンは伴ってなくても、そういう感覚が優れてる人ってすごく見せれるんですよね。あたかもなんか昔からあったことを今っぽく打ち出したりとか、でそういうこうトレンドを作ったりとかね、そういうのがもうインターネット上の中で、完結しちゃってるんですね。でホットペッパーの内容を見ててもなんか全部みんなに似たり寄ったりになってきて、例えばインスタ、僕もインスタとか全くその見栄えとか全く気にしてないんで、全く伸びないし、まあ元々力入れてないっていうのもあるんですけど、めんどくさいんで、なんかちょっとそういうのはあんま得意じゃないんですよ。僕センスないんですよ、そういうのって。なんか例えばね、ヘアカタログみたいにこう3列あったらもうめっちゃ綺麗にこう並べたりとか、見やすいやつとかね、真ん中はなんか違うのでこっちこうバーっとこう、なんかもうそういうの計算してやるのが僕ちょっと苦手で、まあ、興味ないんですよ。なんで僕はあんまやんないんですけど、まあ、やった方がいいと思いますよね、やっぱね、綺麗に見せる。それ美的センス的なのがある美容師さんやっぱ素晴らしいと思うんですけど、実際行ってみたらあれみたいなね、結構ね、あるわけですよね。実際ハイトーンカラーとかが有名で行ったらなんか微妙だったりとか、例えばねブリーチに関しては、もうブリーチも僕その得意なわけではないんですけど、ブリーチに関してはその抜けやすいっていうかな、ブリーチが合う髪質もあって、色が綺麗に入る髪質ってあるんですよ。で全くブリーチに合わない髪質もあるんですよ。綺麗に発色しないとか、すごいくせ毛だったりとかして抜けづらいとか。なんで状況に応じて、いいモデルさんばっかりこう打ち出してると、まあこういう風に私もなるんだと思って期待を持っていくじゃないですか。でもなんないんですよ、実際に。っていうことも結構あったりして、結構今 見せ方の時代なんですよ、本当にね。これは時代の進化なんです、一つの。だから内容がね、例えばね、このだからこの僕のこの動画なんてマジクソだと思うんですよ。マジクソだっていうのは、なんだ、この編集ソフトもマジクソみたいなの使ってるし、もうこんなのね、照明だってなんかよくわかんない、このよちゃんとこれ光も回ってないんでしょ、多分きっと専門的な人から見たら多分全然こう綺麗な光じゃないわけですよ、きっと。僕全く知識ないんで、その中でまあちょっとなんとなくやってるわけですけど、カメラだってそんなすごいいいやつじゃないしね。で、まあ、編集もね、テロップつけてるわけでもないし、めんどくさいんだよね、いちいちやりたくないんですよ、そういうの。なんで、まあ、テロップもね、その自動でこうやってくれるやつもあるんですけど、なんかね、めんどくさくてね、あんまやってないんですよ。だからそういうの良くないんですよね、僕のね。だから良くないと思ってるんですよ。これ本当自分で調べたりとかして、しっかり一回やって、
ちゃんとやればいいと思うんですけど、そこはちょっと弱いのは分かってるんです。 見せ方が下手なのは分かってるんですよね、はい。ただまあリアルサロンはがっちりやるよみたいなね、そういうスタンスいるんですけど、まあ、結局の話リアルサロンがっちりやってても見せ方が下手だからお客さん来ないわけですよ、たくさんは、っていうとこです。だから見せ方がうまければバズったりするし、やっぱりお客さんがたくさん来てくれたりとかするっていうことにつながると思いますよね、はい。でやっぱり今はね、格安サロンで格安サロンとかでも見せ方が上手なところめちゃくちゃ増えてきて、もう本当にね、値段も安いし見せ方も上手、そう、もうそれお客さんにとったらもう行きやすいし、こんなになるんだったらいいみたいな感じで行くわけですよ。でまあ場合によってはちょっとうまくいかなくて、まあこぼれをまあこうもらうわけですけど、うん、やっぱり見せ方って今の時代大切みたいで、うん、そこがやっぱりその今の美容師さん、若い美容師さんとかもすごく上手で、うん、そういうところをね、ただ実際にサロンワークでねそれが発揮できるかっていうとそうでもない可能性が高いですね。見せ方ばっかりにフォーカスしすぎて実際の練習だったりとか検証っていうのはあまりやってない、怠っていたりとかね、こういう一本の毛束とかスタイリングできっちり作れるんだけど、まあすげえかっこいいじゃんって、もうインスタ見ててもうわすごいこの毛流れとかね、こう作れるんだけど実際そのいい条件じゃない髪質の場合はうまくできなかったりとか、うん、そういう場合でお客さんがなんか悲しい思いして帰ってきたりとかね、そういうこともまあ多々あるんではないかなというふうに思いました。なので、打ち出し広告に対しては完全に信用するっていうよりもちょっと疑ってかかるぐらいの方が僕はいいと思います、はい。ということを今回言いたかったです、はい。信じるか信じないかはあなた次第です。今回の内容は全て嘘の内容になりますから皆さん信じないでください、はい。ということで、皆さんよろしければチャンネル登録お願いいたします。モチベーションに変わりますのでお願いいたします。ということで、ご清聴ありがとうございました。